チェンズオブワールドのイントロの解説をしたいと思います。まずパターンからいきます。このパターンを解説していきたいと思います。まず左手で5弦の2フレットを中指、そして3弦の1フレットを人差し指ですね。そして次は5弦の4フレットを薬指、そして3弦の2フレットを人差し指、その次5弦の5フレットを薬指、そして3弦の4フレットを中指2、1、4、2、5、4、このパターンを動かしていきます。それではですね、まず右手ですね、6弦やったら、その次に5弦と3弦を一緒に、右手のポジションですが、6弦と5弦は親指、そして人差し指を、3弦、中指を2弦、1弦で薬指、ここにセットします。そしてずーたん6弦5弦3弦、8分音符で1 and 2 and、 これができると1 and 2 and 3 and、 このリズムが最初はちょっと難しいかもしれないです。1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 3 で、左手で5弦の4フレット、そして3弦の2フレットを押さえた状態のこの音ですね。5と3の音になります。これが 3拍目の頭です。1 and 2 and 3 1 and 2 and 3 and、 そして4で6弦、4 and、 ここでは左手は5弦、5弦の5フレット、3弦の4フレットが、4拍目の頭ですね、の裏です。そして、それがそれまでが1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and で、リズムが同じ、タッタータッタータッター、これがリズムが同じまま、今度は5 4 4 2 2 1、先ほどの逆の形ですね、戻っていきます。1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and、 リズムが結構難しいので、まずこの口で8分音符を1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and と、言いながらやるといいと思います。 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
しい音とするとですね、人差し指、最初の、5弦2フレットと3弦の1フレットの音ありますよね。ここの人差し指を0から1に、開放弦で何も押さえないところからハンマリングで押さえるようにすると、ズン
の音が入ると美味しいですね。でさらに、右手でこのパーカッシブな音、ツン、ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、ワン、エン、ワン、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、ワン、エン、ワン、エン、ツー。これはですね、パンと6弦と5弦あたりをパンと叩いて、右手のスナップでジャン叩くことによって得られるパーカッシブな音ですね。これを挟んであげるとよりリズム感が出ます。さらに、これで余裕が出てきたらですね、ワン、エン、ツー、エン、シー、エン、フォー、エン、ワン、ワン、最後の5弦の5フレット、そして、中指での3弦の4フレットを押さえた時に、フォー、エン、ツー、フォー、エン、ワン、エン、これ16分ですね。で、ツー、ダン、タ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 ンタタン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 、チエンフォエンワン。これは押さえる場所は何も変わってないんですけども、先ほど固定すると言った、薬指の1弦、そして中指の2弦、人差し指の3弦ですね。これをタンタタンタン、開始の、音を入れてあげてるだけなんですけども、これも入るとよりかっこよくなります。で最後は B コードなんですけども、それにイレブンス1弦の開放を加えた音ですね。押さえ方は5弦の2フレットを人差し指、そして、4弦の4フレットを薬、そして小指で3弦の4フレット、そして2弦と1弦この開放ですね。これの音が綺麗で気持ちいいです。ここの戻ってきた時も返し技できますね。弾き語りでもし例えば、誰かと一緒にやるとか、さらに流れをつけたい人はこのワン、シー、エン、フォー、エン、ここの間ですね。この間でフィルを入れたりするんですよ。例えばワン、そうするとより色合いが出ますね。
とてもかっこいいパターンなので、ぜひ頑張って練習してください。